どうも、ガルフの日夜です。いつもありがとうございます。今回は、ドライバーショットは、まっすぐなんて、打つな、というテーマでお届けしていきたいと思います。で、まっすぐ打ちたいんですけど、まっすぐ打つなって言われると困っちゃう、と思った方、そういう方はですね、まさに今、マスターズやってますので、それを、ちょっとでもいいから、見てみてください。そうすると、ほとんどの選手がですね、まっすぐ、打ってません。 なぜかというと、まっすぐ打てないんです、ね。トップの選手、トップオブトップオブトップです。そういう選手でも、まっすぐ打つっていうのは難しいんです。ですから、どちらかにですね、ボールを曲げて打つっていうことが、実はですね、うまくいく方法だったりしますので、右に曲がる、左に曲がる、どっちでも構いません。自分のやりやすい方で構いませんので、それでゲームを展開していく、そういう感覚、そういう方法。 そういう概念、それを覚えてやってみてください。私、三谷は4000名の方が会話をスクールで普段レッスンさせていただいてます。皆さん、本当に感謝します。大好きです。そして動画を見てくれてる皆さん、皆さんのショットまっすぐ行ってますでしょうか僕のショットもそんなにまっすぐは行ってませんよ。では、早速行きたいと思います。<laughs> ボールをまっすぐ打つなと言ってますが、えー、まっすぐというのは1ミリでもずれたらもうもはやまっすぐではないんです。ですから、それはもうまっすぐなんていうのは存在しない。 まずはそういうところから認識しておくっていうのが大事です。あとはその程度問題ですので、それは右に曲がるのか左に曲がるのかということなんですが、まあ例えばタイガーウッズなんかはですね、こう左から右にこう曲がるようなショットを打ってますね。このボールの曲がりなんか見るともうかなりコースの左側を狙ってですね、左側から右側にぐわーっと曲がっていくようなね、こういうショットを、ね、打ったりしてるわけですね。これを自分のですね、持ち玉と言ったりします。 えまあ、さすがタイガーですね,とかね。持ち玉ですね,ね。えー、そんなことを解説者の方が言ったりしてるわけですが、えー、こんな風に自分のイメージしやすい方のショットを打っていくっていうのが一番いいですね。 もちろんそのボールを遠くへ飛ばしたいというのがドライバーショットなんですが、ただですね、そのまっすぐ打とうとか、例えばドロー打とうとか、フェード打とうとか、自分のイメージしにくいショットを打とうとしても、それはうまくいかないことが多いんですね。なので、例えば今みたいに右に曲がるボールを打ちやすい人からすると、左に曲がるボールっていうのは非常に打ちにくいんですよね。ですから、それをやろうとすると、余計にですね、そのなんだか、こんな風にですね、こう左側に無理やり引っ張り込むとか、 こんな風になってしまうわけです。うん、外に向かって打ち出して、フェースを内側に向けていくということなんですが、実はそれがなかなかうまくいかずに、むしろ、例えば、フェースももうそもそも外に向けちゃうと、ね。そうなると、もう全然その点でバラバラというか、持ったところに全くいかないようなショットが出てしまうんですね。なので、特にコースで打つ場合は、と言ってもいいのかなと思いますが、自分のショット、自分のイメージしやすいショットを、 たただただやるこういうシンプルな考え方にしていくっていうのが大事かなと思います。じゃあ、そのフェード、ドロー、どっちがどう打ちやすいのかということなんですが、それはですね、軌道、クラブヘッドの軌道を考えるのか、フェースの向きを考えるのか、この二つなんですね。そこで、 そのスイングというのは左側にこう向きを向けていく動作なんですね。体も向きを向けますし、ペースも左側に向けていくような、その動作になるわけですから、このドローボールをイメージしやすい人っていうのは、ペースの向きを左側に向けていくイメージがしやすいっていう人が多いです。そして、スライスボール、フェードボールを打つ人は、体の向きを左側に向けていくイメージの人が多いです。 それはどっちが自分がイメージしやすいかっていうのを決めて、そしてボールの飛びに任せればいいんですね。ですから、まあ、例えばドローボールを打ちやすいっていう人は、概してフェースの向きですね。当たる面。この面の向きを、左側に向けていくようなイメージで打つと、ドローボールが打ちやすいよっていうことですね。もうちょっとわかりやすくやった方がいいですね。こういう感じで。左側に曲がる。まあ、今のはあまりいいショットじゃないですね。こんな風にうまくいかないこともいくらでもありますね。それをやってる中で、まあ、少しですね。 え自分のイメージできるショットが出たら、よしね、これでいい。というふうに思っていただければいいということです。えー、何が何でも全部がですね、すべてが完璧なショットが出まくりますよ。えー、そんなことはもうありませんね。ね、え、ま、ー、っすぐなんか飛ばない。えー、そういう概念の中で自分のイメージしやすい方をやっていく。もう勢いよく振り抜く。ドライバーショットは、 遠くへ飛ばした方がいい、そういうクラブでもありますので、フェードの方が勢いよく振れる、ドローボールの方が遠くへ飛ばすイメージが出せる、そんな風にですね、自分でやりやすい方を決めて、で、そのショットがしっかり出せるように、フェードならフェード、ード,ね、ドローならドロー、そういう風に打ち分けていくということですね、構えて。 えこんな風にですね、ペード、ドロー、打ち分けて、あ、打ち上げるね、自分のやりやすい、やりやすい方ですね。今はちょっと二つ打ちましたが、自分のやりやすい方で、えー、やっていただくというのが大事になってきますので、えー、自分の持ち玉がどっちなのか、ね、まっすぐではない何か、えー、そのどっちか、ね、二つに一つしかありませんので、えー、自分はもうまっすぐ打とうと思ってやったら、ね、こっちばっかり行くよ、こっちばっかり行くよ、えー、それで自分のおね、イメージしやすい方を見つけていただければいいかなと思いますので、えー、ペード、ドロー、えー、それもマスターズを見てですね、へ、えー タイガーウッズ全然まっすぐ売ってないんだ。ね。そんな風にですね、見ていただければいいのかな。松山くん、全然まっすぐ売ってないね。ね、えー。そんな風に見ていただければいいかなと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後に高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。